はい、皆さんおはようございます。山口でございます。本日は月曜日となりましたね。はい、最近ねもうすごいレクチャーばっかりでね、そろそろみんなそろそろうんざりしてきてるかなと思います。もうね早くお前ちゃんと流的雅楽チャンネルだったらちゃんと雅楽の指導しろよ、お稽古しろよみたいなことをね多分声がね聞こえてきそうな感じがする感じなので、今日はねちゃんと流的のね、ことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。ちょっと七力とかね小の人は申し訳ありません。今日は流的の日になります。まあでもちょっとね聞いてみたらもしかしたら結構勉強になることもあると思いますので、ぜひね七力の人とかね小の人もちょっと、お聞きいただけたら、いいかなと思わせていただきます。はい、という感じで今日はね流的の、まあ、譜面にね書いていないよく出てくる奏法って結構あったりするんですよね。まあ奏法ですよね。まあ、まあこの間ねね、指とかの時にね七力はね奏法を出したんですけど流的で奏法を出してなかったんですね。まあ結構流的って最初の方からそうやって出てくるものがあんまり少なかったものでもう五奨楽とかねそっち の難しくなってくるにつれてどんどんねそういう奏法難しい奏法っていうのは結構出てきたりするもんなんで、まあそういう意味でやっぱりなかなかこういうの出さなかったんで今回はねそれをちょっと出させていただこうなと思わせていただきます。という感じでまずね何があるのか、それを説明しますね。まず一つ目掛け吹きですね。トーラーとかツーリーとかありますよね。で二つ目が経過音、トーイーローとトールーローローとかこういうのありますよね。で3つ目が、両方ですね。まあ掛け吹きとね、景観を両方入ってる、風浪とかがそうですよね。もう両方入ってますよね。で4つ目がまああれですね、フィーチですね。もう一骨調とかで、ね、その辺になってきたら出てきます。フィーチとかいう感じのやつね。これ結構使われてる。これ結構難しいんですよね。で5つ目これはね書いてないとかないんですけど書いてるんですけども、トーリーフィリラー、ちょっとねバイロで出てくるフレーズありますね。王女とかフレーズ非常にねもう最初中級者でもなかなか吹けないっていうのもねよくお聞きするんで、今日はねそれも、細かくちょっと、説明の方をさせていただきたいと思います。はい、ではまずね、掛け吹きから説明の方を始めさせていただきたいと思います。まず掛け吹きですね。掛け吹きそもそも何かっていうのね皆さん知らない人もいると思うんで掛け吹きの説明をすると、まあ掛け吹きっていうのはまあ大体雅楽っていうのはまあ一拍目にまあ音が入る音を出しますよね。たーとかねこういう感じで出していきますよね。でその一拍目に出す前ですねからもう音を出すんですね。4拍目でもないです。1拍目でもない。だいたい 4.5 拍目ぐらいと思っていただけたらいいかなと思います。4.5 拍目に、まあ、その、流的が先に、まあ、音を出して、まずちょっと誘導していくような感じの、ものが、掛け吹きと思っていただければいいと思います。まあ、具体的には、まあ、トーラーとかツーリーとか、五奨楽でね、3行目出てきますよね。トーラーって、ここが掛け吹きになります。まあ、どんな感じかちょっと聞いてやりますね。その前のフレーズからいきます。トーラーっていきますよね。この掛け吹きのポイントとするところ、今日は説明させていただくんですけども、まずトーラーのこの、ポイントとしては拍的に言ったら実は 4.5 拍目になります。 4.5 拍目に入ってくるっていうのをちょっと覚えていただけたらいいかなと思います。なんでイメージとしてはあんまりそれよりも早くなってもいけませんし遅くなってもいけません。なので、まあ、大体真ん中ですよね。その本当にだから真ん中だから 4.5 拍目っていう感じで表現をさせていただいて、だからまあその前のね4拍目をリーウントーラーって感じでなんか一つ休符が入るような感じで入っていただくと一番入りやすいのかなと思います。前の拍からね。まあ、もちろんこれちょっと例外とかもあるんですけども大体はもう4拍目で、まあ、切って 4.5 拍目の時点でもうトーって入るという感じで、イメージしていただければいいかなと思います。ただこれね最近なんか宮内庁先生も言ってるんかな多分ね掛け吹きをねなんか早く入るっていうなんか早く入りなさいっていうねなんか習うこともね結構あったりもするんですけども、まあ、僕もねなんか言われた記憶あるんですけども実際でもね七力図書をねやっているとねそれされたらすっげえ困るんですよね。そうそれされるとねもうちょっとまあ気持ちね早いぐらいはいいとは思うんですけどももう先に入られたら結構ややこしかったりするんでもう大体もう最初はね 4.5 拍目にトーラーともう入ってもらったらいいのかなと思います。まあツーリーとかもそうですよね。3、4トーラーっていう感じで入ってもらうとまあ一番いいのかなと思います。ちょっとまた例をもう一つですね。なりますね。でまあポイントとしてもう一つあるのは
4.5 泊目から入るってことなんで、基本的にあのガーグって1泊目と3泊目がね、やっぱりあの泊としてちょっと叩くときも、消化も叩くときも強く叩くじゃないですか。まあその関係上でやっぱりトーラーの頭が、ね、強くならないようにトーラーみたいな感じになるとちょっとあの形として良くないのかな。まあそう吹きたくなるのもなんかすごいね、流敵としてはね、まあ、そこを強調するとこっていうかね、強調したいとこっていうのはねすごい分かるんですけども、ここはできるだけそのラーを強く、まああのラーをねイメージして意識してトーラーって感じ、ラーをねちょっとあのイメージは、まあ、強くって言い方もあれなんですけども、まあ、強調してっていう感じで言わせていただくと一番いいんですかね。はい、もうそういう感じで吹いていただけると一番いいのかなと思います。これはまあツーリーとかこれが出てきますけども、ツーリーの時もツーリーって感じで、リーをちょっとあのリーに向かっていくような感じで、まあツーを吹いてあげるっていう、まあ、ちょっと難しい話ですけどね、こういう感じでやっていただくと一番いいのかなと思わせていただきます。はい、そして次ですね、経過音ですね、2つ目、経過音、どんなものがあるか、こんな感じで例えば中から、ね、6に上がる時とか、こういう時に警官を入ったりしますね。まあ、あの場所によってはもしかしたらちょっと違うところで警官音が入ることっていうのはあるんですけども、まあ、大体指としては、トールローからいったら、まあ、全部離して6に行くという感じですね。これね、もしかしたら人によっては何ていうんですかね、まあ、6に入る前に、まあ、あの中指と薬指ですね、左手のこれを押さえてから6に入るって教えてる方ももしかしたらいるかもしれないですね。僕も多分なんかそう習った記憶もあるんで、昔はね。でももう大体最近はもう全部離してから6に行く、これを、まあ、あの意識していただいた経過音の時はね、離してから6に行く、おーいーろ、このあのおーいーろとかの時はまああの中指つけてもまあいいのかなとは思うんですけど、まあこれは全部外すってあんまりいないとは思うんで、ここはいいとは思うんですけども、トールローオーローだ、こういう経過音の時は大体全部離していくという感じを覚えていただけたらいいのかなと思います。トーローとかこういう感じでね、トーローとか他の指でもタイラーアーローとか全部ね外して、行ってあげる、6に行ってあげるっていうのは、まあ経過音大体こういう感じで覚えていただけると一番いいのかなと思いますね。はい、そういう感じですね。まあ、これも感覚としてはちょっと注意点としては、遠い色のこの経過する時の音が強くならないように、あんまこうなりすぎると聞こえがあんまり良くないというかね、まあ、ちょっとなんかに耳に触るような感じになったりすると思うんで、そうじゃなくて経過音っていうのはあくまで経過音なんで、音を経過するように、どっちかその後の6と6の指ではこういうところで強調してあげるような感じで吹いていただけるといいのかなと思います。もちろんこれで指離してね、音程が変わるとかそういうのもね あったりもするんですけども、音程は基本的にはちょっと6に近いぐらいですかね、ぐらいの音程でまあ出してあげると、ローローぐらいの感じで出してあげると一番いいのかなと思わせていただきます。はい、そして3つ目ですね、3つ目がまあ両方ですよね、掛け吹きも入れば、まあ、経過音も入る吹き方、まあ、これ風浪ですね、特に五章楽の2行目出てくるとこですよね、こんな感じで風浪って感じで入る吹き方ですね。でこの時の、ね、経過音ね、風から浪に行く時は僕も今やったんですけどね、まあ、人差し指ですね、左手の差し指だけ開けてますね、まあ、これでもいいと思います。もうこれでこういう形で開けずにやっていただいても、どっちでもいいです。正直経過音の時はこうやってもね、はい、こうやってもいいと思うんで、まあ、僕は基本的にこうやる、中から6に上がる時はもう全部離して、まあ、例えば上からの時は、人差し指だけ離してやってるとか、そういう感じで使い分けたりはしてますけども、まあ、その出しやすさっていうのもあると思うんでね、そこはちょっとまた自分なりにこれが一番いいなっていうのを思ってやるか、もう先生に、まあね、習ってる先生に合わせていただくとか、そういうところにやっていただくといいのかなと思わせていただきます。でまあこの風浪のコツですね、すごいこれ難しいんです。やっぱり風浪ってタイミングね、まあ舞楽とかね、もうそういうところになるともっと分かりづらいんですけど、そのね五章楽2行目のところ吹いてみましょうかね。
じでね、ふーろ、この経過をするところっていうのは基本的にもうすぐ終わるんですけども、ふーはちょっとイメージとしては若干伸ばしてあげるような感じですかね、のイメージの方が歓喜は特にいいのかなと思います。もちろんあの曲の流れとか速さになってくるにつれて、その風の伸ばすテンポっていうのは若干変わってきます。これやっぱりね、あの4から1の伸び方っていうのはやっぱり拍の、あの曲の速さによって全然まちまちになってくるんで、もうここに関してはどうしてもね感覚でやるしかね言いようがないですね。ただ入るタイミングっていうのは、あーうんふーろーって、このあのさっきのトーラーとかツーリーとかこの時のタイミングとまあさほど変わらないかなと思います。もしかしたらね今のあの宮内庁先生とかだったらちょっと、早くって言うかもしれないですけども、あんまそれをやりすぎると多分七力と障害困るんじゃないかなって僕は思いますね。はい、思うんで、まあそこはねあの合わせていただけたらいいのかなとは思います。もうそういう感じでね、はい、まあっていう感じで、まあ、基本的にはあの真ん中 4.5 拍目でふーって吐いて、ふーって吐いて、ふーろ、ちょっとねふーを伸ばして経過音がもうすぐで、でローに入るっていう感じで、まあこの時もあのあまりふーを強調しないように、こういう感じにならないよね。感じに入ると一番いいのかなと思わせていただきます。はい、これに関してはちょっと難しいですよね、どうやっていくかね、あのまたあの自分で勉強あのやっていかないと、で合奏しないとちょっとねつかめない感覚っていうのはちょっと大きいと思うんで、まあ、その合奏の音とね一緒に、まあいい音いいね合奏のやつあればいいんですけど、今僕五勝楽とかはあの3軍合奏で上げさせていただいてるんで、それ聞いたら多分もしかしたらある程度わかるんじゃないかなとは思わせていただきます。はい、ではそして次ですね、フィーチですね。これあの一骨調とかね、あの曲になってくると結構出てくるんです。まあどういうやり方かというとね、指的にはね多分ゲーチューって書いてるんですよね、おそらくゲーチューって書いてね、あのチーしか書いてないです。だからまあその前の音っていうのは音的には書いてないんですけども、間にねフィーチーって感じの音が入るんですね。こんな感じですね。フィーチーって感じで入ります。これもすごく難しいです。まあ、速さ的にはどんな感じなのかなっていう感じで。他のちょっと前のフレーズで吹いてますね。このフィーチーって感じで入るんですけども、まあ、イメージとまずね回し方の説明をね細かくちょっとさせていただきたいと思います。まず最初ねフィーチ中から始まりますね、中から始まります。でこっから、まずモーションね5つあるんですね、このフィーチっていうのは5つあります。フィーまずこれですね、で E の時に、半分よりもちょっと開けるぐらいです。フィー E で全部開ける、 E の時に全部開けて、 E の時にそうですね、あの中人差し指を、まあ、穴をちょっと塞ぐぐらいですね。はい、こんな感じですね。でチーとフィーイイイチーって感じで、このね5つのモーションがあるんです。フィーチっていうのは5つのモーションね。でこの5つのモーションを速くしたのがフィーイチーって速くなったのがそうなるという感じですね。ゆっくりやるとこんな感じですね、モーションねカクカクした感じでやると、まずこれができる練習しましょう。この5つのモーションをね、しっかりと吹けるようにできるという、この練習をまずすることが大切かと思います。で、その次に、ちょっと早めに吹く。これをカクカクしないように早く吹く。感じでフィーチフィーチフィーチって感じでね、やっていくとどん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 良質なフィーチの音になっていくのかなっていうのが一つ特徴かなと思います。でまあこのフィーチのね、よく僕らがね習った時に教えられたのはコガネムシって言いながら、まあ、吹くと一番いいみたいですね。コガネムシって言いながら発音しながら、まあ、吹いてみる、コガネムシコガネムシみたいな感じでやっていくと、まあある程度習得しやすいのかなっていうのはなんか昔習ったことありますけど、まああんまり僕どうですかね、まあそれで教えさせてはいただいてるんですけども、最近はそんな意識せずに、もう慣れてきたらそんなに そこまで意識しなくていいですけど、最初の方はもしかしたらそれで意識してやっていった方がいいのかなと思います。でこれもまあ掛け吹きなので、まあ気持ちね、フィーチなんかフィーチみたいな感じでね、フィーを強くしたいっていうね思いはあるんですけども、そんなにならないように、まあどう強くなったらね、どんな感じか
こうならないね。その前後のチーをね、しっかりと強調してあげる。こんな感じになりますよね。そのちょっとそれを意識しながらね、あんまり強くならずにフィーチーでチーをしっかりと強調してあげるような感じで吹いていただくと一番いいのかなと思わせていただきます。はい、その次がですね、最後になりました、トーリフィリラですね。これまああのバイロで出てきますよね、トーリフィリラ。はい、まあこんな感じになりますよね。とりーってあの攻め吹いてから叩いて、ゲーから回して、宙に行くという感じの指なんですけども、実はこれ、これ なんでフィーチの後に説明したかというと、あのトーリフィリラのね、リフィリ、リーラの部分って実はこれ半フィーチなんですよね。半フィーチ、まあ、半分フィーチみたいなもんなんですよ。でまあそれなんでかというと、フィーチっていうのはまああの宙から行って、まあ、ゲーに開けて、まあ、あの全部開けて、でちょっとあの閉じ、ちょっとかぶして、まあ、宙に行くっていう感じの指なんですけども、このトーリフィリラっていうのはそのフィーチのあれなんですよね、フィーがない部分なんですよね。だから E から始まってるの、フィーイ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 ーチなんですよね。イーイーイーチ、紋章的にはも4つなんですよ、半分から全部開けて、でかぶせて宙に行くっていう、これがまああのトーリフィリラのリーラの部分ですよね。っていうのを応用、まあ要はフィーチのちょっと応用版なんですよね、これって。なんであのフィーチがねできればこれあの自然とできるようになります。だからまあ最初はもしかしたらフィーチちょっと練習した方がもしかしたらやりやすいかもしれないですね。でモーション的には、ね、本当にゆっくりやると、トーリーフィーリーイーリーラーって感じなんですよね。リーイーリーラーって4つですよね。リーこの速さでね、あのスピードで4つあるんですね。これをまず最初はゆっくり練習してみましょう。これでまずやってみる。で、どん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 それを速くしていく。速くなったらもう自然とできるようになります。あのちょっとゆっくりができていくとね。でそれを徐々に徐々に速くしてできていく、クリアよりねクリアしていくことによって、まあ良質なトーリフィリラっていう音が出せるようになってくるのかと思わせていただきます。なんでまあ最初の方はねちょっと指のねあの確認をして、まずトーリフィリイリラっていう、まあカクカクでもいいですよ。そうやって感じでやっていって、それをちょっとずつあの早くできるようにしていくっていう感じでやっていくと、ある程度そうすれば指の方は追いついてくるのかなと思います。まああとはそれがね音を出せるか出せないかっていうところ、瀬戸際ですよね。で音出せるかっていうのと、このかぶせ方によってやっぱり音程若干ずれたりしやすいんで、それをあのずらさないように吹いていくっていうのも一つポイントかなと思わせていただきますっていう感じで、今日はね、こんな、これでもね結構20分がかかっちゃいましたね、はい、今日もね、はい、まあ流敵のねあの譜面に書いていない奏法で、まあおまけでトーリフィリラありましたが、このね、6つの方を紹介させていただきました。まあまとめの方ちょっとさせていただきたいと思います。まず1つが掛け吹きですね。トーラとツーリーですね。まあイメージとして 4.5 拍目だ、さーうんとーって感じでね、トーラーみたいな感じでね行くのが一番いいのかなと思いますね。まあツーリーもそうですよね、あのうーんツーリーって感じで行けばいいのかな。特に関係のトーラーとツーリーっていうのはそんなにあの伸びることないです。もうトーラツーリーって感じで、もうある程度一定なのかなと思わせていただきます。そんなに伸びることは少ないです、はい。これはで、次が2個目が軽感音ですね。軽感音に関しては、トイローとかトールローローとか、まああの中から全部行くときはもう全部指を離して6に行くとかね、尺からまあ上とかから行くときはまあその中指だけ外していくとか、そういうやり方はまあものに人にその団体によって違いとかはあったりもするんで、まあそこはまたねあの各団体で確認してもらうとかね、まあ合わせるなりなんなりしてね、やっていただけたら一番いいのかなと思わせていただきます。
でもう一つが、まあ、両方っていうのありますね。ふーろーですね。ふーろーっていうこの両方ある、掛け吹きとね景観音が両方あるパターンっていうのはありますよね。これもあの 4.5 拍目から入ってちょっとふーが若干伸びて、うーっていうのはまあ景観音で、景観音はそんなに伸びないと。普通にふーろーぐらいの感じですね。ふーろーイメージとしてはそれぐらいでいくと、まあ、この景観音掛け吹き関係は基本的にはその掛け吹きの音が強くならないようにっていうのを意識して吹いていただくと一番いいのかなと思わせていただきます。じゃあ次ではですね、最後じゃねえ、まだフィーチですね。フィーチがフィーイイイチ、まあ、モーションが5つあると言いましたね。このフィーイイイイチとこのね、5つのモーションをしっかりと、まずマスターする。そう、まあそのまあ、それができるようになったら次はねちょっと早くして、まあ、しっかりと滑らかに回せるように吹いていく。これをまあ意識してやっていくとある程度はいけるのかなと思います。このねフィーチのタイミングもだいたい 4.5 拍目ぐらいですね。ターン、うん、フィーチと 4.5 拍目で入ってあげると一番ベストかなと思います。このねタイミングとかフィーチとか最初タイミングとかつかみづらいと思うんですけど、これもねちょっともう経験ですよね。もうフィーチとか掛け吹き基本的にもう経験です。やっぱりどんだけやっていく数によってどんどんできるかできないか決まっていくんで、そこはやっぱりねもうどんどん経験を積んでいってやっていけばいいのが、特に合奏とね合わせてやっていくとなんかある程度なんかちょっと雰囲気つかんだりできるんで、合奏の音楽と、まあ、合わせるとかいいのがいいかもしれないですね。で最後はエトーリフィリラ、これはまあ譜面に書いてますけどね、すごい難しいってことで、ね、今日説明させていただきますけども、エトーリフィリラ、このフィーチの応用ですよね。もうフィーチのねフィーがなくなった版 EEH の部分ですね。4つのまあモーションからなるという感じなんで、それをまあある程度最初はゆっくりね、練習してみて、それをちょっとずつ早くしていくとある程度形としてなってくるのかなと思わせていただきます。はい、という感じで、ね、今日もね非常に長く話しちゃいましたけども、こうやってね山口総一郎の雅楽チャンネルですね、こうやって雅楽の配信させていただいてます。これまあちょっと最近ねレクチャーというかもうなんか話し系が多かったので、今日はねちゃんとしたまあもう講義ですよね。これ本当に講義をね、こうやって配信させていただいておりますということでね、本当に雅楽ちょっと習いたいなとかね学びたいな、独学でちょっとやってみたいなとか、まあどっかで習ってるけどちょっとコロナで今練習できないし、ちょっとこれ見て練習しようかなって思ってる方はどうぞねチャンネル登録ポチッと押してください。もうもちろんねその練習以外ので有益な情報っていうのもどんどん僕は配信していく予定です。これをね配信していくことによってやっぱ皆さんにね雅楽できる環境ですね、まあリモートでね練習できたりとか、まあそれ以外にねこれを見てねもっと雅楽やってみたいですって思う方が増えていただくと本当に僕はな嬉しいなと思わせていただきますっていう感じでね、まあそれ以外にも僕はオンラインサロンやってたりとかでいろいろさせていただいておりますので、全然お稽古とかもね個人的に受けたいという人はね今オンラインレッスンですごいね便利なものありますからね、もうそれで全然やっていただいても問題ありません。全然ねホームページから申請していてください。特に学生には僕優しいんで基本的にそんなま、相談してくれたら何かしら対応させていただこうかと思わせていただきますという感じで、ね、今日はこれで、終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。